フィムマイナス四十三レッドアイ m 七十一ショルダーランチャーを構える兵士、フィムマイナス四十三レッドアイは、ジェネラルダイナミクスが開発した、携帯式防空ミサイルシステムである。ミサイルの誘導方式としては、赤外線ホーミングを使用する。レッドアイ2を見越して九百六十九年九月の、生産終了までにおよそ八万五千発が、 製造されたが、レッドアイ2は実現せず、後継のフィーム -92 スティンガーに移行した。スティンガーの配備が開始されたため、レッドアイは1982年から1995年の長期にわたって徐々に退役した。アメリカ陸軍は、機関砲が新型の高速ジェット機に対して効果が薄いと分かっていたため、1948年から、 新しい不評用対空兵器を模索し始めた。いくつかの火砲やロケット弾、システムが調査されたが、いずれも開発を続行するに、十分な、有望な結果を示さなかった。1950年代中頃に、コンベアは、不評一人で運搬できる、赤外線誘導ミサイルの研究を開始した。1956年11月に、これらの研究の結果は、 アメリカ陸軍及びアメリカ海兵隊に示された。1957年に公式な要求仕様が明確に示され、1958年にコンベアはシステムの開発を開始する契約を与えられた。開発プロジェクトは1959年7月に開始し、1960年3月に最初のテスト弾が発射された。 それに続いて1961年5月に発射艦からの発射が実施され10月には肩からの発射も実施された1962年にはミサイルの全規模生産に入る準備ができていたがミサイルは技術的問題により当初の計画よりも遅く扱いづらく精度も悪く要求仕様を実現していなかったしかしそれでもまだ当時の他の どんな不評用地対空兵器よりも優れていたため、防空兵器システムとして限定生産が承認された。限定生産が XM41、レッドアイブロックアイとして始まった。ミサイルは1963年6月にスミム -43A に指定された。ブロックアイシステムは、それから1965年から1966年の間に評価された。 XM41E1 と称されるブロック2システムは1964年に開発が開始されミサイルはスミム -43B に指定された赤外線センサには冷却措置を導入して感度を向上しておりまたわずかに再設計された発射機と改善型弾頭を備えていたミサイルは1966年4月より納入された 1965年から1966年に、ジェネラルダイナミクスは最終型の、レッドアイブロック3構成を開発した。これは当初 XM41E2 と呼ばれ、後に ZFM-43C に指定された。ミサイルは、ブロック2ミサイルからシーカーを引き継いだが、新型のロケットモーター、弾頭及び新艦を持っていた。また、 その時発射機も XM-62 オープンサイトを呼び改善された電子装置を装備した。新しいミサイルは最高 3G で旋回することができ、ジェット機に対する命中率は陸軍によって0.4と見積もられた。ブロック3システムの生産は1967年5月から始まった。1968年にブロック3は 作戦運用開始が決定された。レッドアイミサイルは、ソビエト侵攻の最中である1984年に、アメリカによって、アフガニスタン域内の抵抗勢力に供与され、未 -24 及び未 -8 ヘリコプターや、何機かのス -25 ジェット機を含むいくつかの航空機を撃墜することに用いられた。1985年11月までには、 供与するミサイルは、能力が向上したフィム -92、スティンガーミサイルに変更された。また、レッドアイは、デンマーク軍においては、ハムレットの名で呼ばれていた。ミサイルは、M171 ミサイル発射機から発射される。最初に、シーカーが、動作温度まで冷却され、いては、発射機の標準キーユニットを使用して、目視で目標の追跡を開始する。 目標がミサイルによってロックオンされると発射機のグリップのブザーが振動し始めていてに注意を促す。そしていてがトリガーを押すと最初のブースターが点火され発射管からミサイルを射出する。ミサイルが発射管から離れるとミサイルビブの4枚のテールフィンとミサイル全部の2つの制御翼がバネにより展開する。ミサイルが 発射機から6メートルほど進むと、主モーターが点火する。第一世代のミサイルであったため、レッドアイは、性能面でも限界があった。ミサイルのシーカーは、硫化鉛小電素子による、熱系赤外線センサを採用しており、航空機の排気口そのものから放射される、赤外線を追跡することができるのみで、発射可能域は、 航空機の後方証言からに限定されている。つまり、自軍に向かってくる敵機を迎撃することは、不可能であり、飛び去っていく敵機にしか対処できない。ブロック2では、熱雑音を低減して、感度を向上させるため、ジュール・トムソン効果による、冷却措置を導入したが、赤外線センサそのものは以前として、PBS 省電素子による熱系であったため、 全方位光線能力の獲得には至らなかった。ミサイルの爆発破砕弾頭は直撃を必要とする着発新艦のみで起爆され、近接新艦は持たない。また、フレアやホットブリック妨害装置を含む様々な対抗策に疑問されやすかった。その上、3G を超える率で起動することができないため、レッドアイの発射を察知した目標は、 単に急旋回するのみでも追尾を逃れることができた。このように、性能面では、問題がある本ミサイルであるが、その単体性能よりも、費用対効果に優れた点を評価すべきという意見がある。低価格ゆえに、不評は、もちろんそれ以外の多くの陛下の将兵、さらには非正規軍であるレジスタンスなどに絶対、数として、非常に多く配備することが可能で、 より広く、面を抑える兵器としての優秀さを備えるというので、ある。サステナーモーター点火前の発射直後の FIM-43C レッドアイミサイル。出展、デジグネーション、システムズ、ネット、ハット ABCDEFGHIJKLM、NOPQRST、ミサイル、インデックス。ミサイル、インデックスプロジェクト、2007年8月4日閲覧。 A.B.Parsh, Andreas, FIM-43 Directory of US Military Rockets and Missiles Designation Systems Net 2007年8月4日閲覧ありがとうございます